発売まで残り2日、本日の始まる夏空彼方基礎講座なんですが、先にお詫びすることがあります。これまでの講座の中で不適切な箇所があるとご指摘を受けました。本当に申し訳ありません。まあこの講座自体が不適切なんだけど、分かってもらえれば。ボーイズラブにおける受けと攻めについての説明を一番最初に行うべきでした。そこ、いや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 、もっと根本的な部分が。受けとは受動的な役割で、男女で言うと女の人の役割をする人です。攻めはその逆で、男の人の役割をする人です。人の話を聞こうよ。その種類は豊富で、総受け、襲い受け、誘い受け、親父受け、俺様受け、筋肉受け、けなげ受け、小悪魔受け、女王受け、姫受け、ワンコ受け、その他諸々があります。また攻めにも総攻め、俺様攻め、鬼畜攻め、尽くし攻め、年下攻め、のんけ攻め、ヘタレ攻めと、たくさんの種類がありますね。なお、たくさんの種類といえばジャンルも多岐にわたり、メガネ萌え、金髪萌え、色黒萌え、リーマン萌え、警官萌え、教師萌え、医者萌え、兄弟萌え、筋肉萌え、時代劇萌え、バンド萌え、鬼畜萌え、ロリショタ萌え、無邪気萌え、数え上げればキリがありません。どうですか、ご理解いただけましたか。いや、だからその知識はこのゲームに必要なのか。夏空彼方基礎講座、本日で最終回。また機会がありましたらお会いしましょう。もうやだ、もうやだよ。ちなみに大英図書館を略すと BL になりますが、夏空彼方と神使いは何の関係もありません。